塾では受験相談を全校舎で受け付けております。校舎でもオンラインでも対応してます。詳しくは概要欄から。武田塾チャンネル。はい、今日の長尾です。お茶の水本校校舎長清水です。この動画をご覧の皆様はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。清水先生、はい、今回なんですが、まあ、受験相談でこの時期にめっちゃよく聞かれることだと思うんですけど、はい、いつまでに何をどのようにやればいいか年間計画を教えてくださいってめっちゃ聞かれません？めちゃくちゃ聞かれます。いや、はい、聞かれなくても教えます、うん、まあ、志望校とかね現在に続けて変わると思うんですけど、うん、ただ大まか第一志望を間に合わせる理想的なペースってざっくりこの時期にこのぐらいのことができているといいよという感じで、まあ、ある程度基準があって間に合わなきゃ間に合わないで調整するって感じで武田塾の場合やってますよね。はい、そうですね。なので今回はそのざっくりした年間計画っていうのをちょっと皆さんに共有しようかなと、うん、はい、これを目指してスケジュール感を意識して進めてほしいですね、うん、はいはい、まあ、私立国立でちょっと違うところもあるかなと思うんですが、まあ、アバウトの感覚で戻ってくれればという形で早速話していきたいと思います、はい、ましょう。まずゴールというか、はい、基本的に武田塾の例えばルートをいつまでに終わらせればいいかみたいな、うんうんうん、まあ、この基準が要はある意味ゴールというか、はい、まあ、それ以降もやることはあるんですけど、基本的な目標は年内に武田塾のルートは終わってる状態を作りたいっていう、ね、うん、はい、そうですね、はい、年明けちゃったらもう進めてる場合じゃないですからね。そうですね、はい、一般入試とか二次試験に関しては年内に志望校の過去問で合格点が取れてる状況かつ、うん、はい、ルートが終わってる状態を作り上げたいっていうのが大まかな目標ですね、はい、そうですね、はい、11、12とかはもう過去問がいっぱい解いてなきゃいけないということを想定してほしいと、はい、ですね。で、共通テストは1ヶ月ちょっと前倒しで、はい、11月中にはそれができているといいかなっていう感じですね、うん、早いんで入試が、そのためにはって話なんですよね、はいはい、そこからさらに逆算していきましょう、はい、じゃあそのためにはですね、秋の時点で何が終わってなきゃいけないかということを考えると、はい、秋の時点では9月10月で志望校レベルの参考書を手を出しておきたいわけですね、うん、まあ、総計レベルだったら、まあ、ポレポレとかポラリス3とかそのあたりになってます ね、うん、ですね。そのためには、はい、夏の終了時点で志望校ワンランク下が終わってなきゃいけないという、はい、さらに逆算してください。なので、まあ、夏の時点ではやっぱ点取れるように仕上げていくっていう感じですね、うん、そうですね、うん、まあ、だから早い話マーチレベルではもう合格点取れちゃうぐらいまで総計レベルだったら必要だし、マーチ志望だったら日東コマ生は少なくとも合格点は夏の終わりで取れてなきゃいけないと。そうなんですよ、うん、だからこれがやっぱり結構難しいんですね、これ特に現役生なんかだと、はい、まあ、部活とかだったら物理的に難しいってある、ね、理想的なスケジュールですかね。そうですね、はい、ただこれが難しい場合は例えば1科目だけでも志望校レベルに到達するとか、うん、基礎は全科目終わってるとか、はい、最低限基礎は1科目だけでも終わってるかみたいな、うん、まあ、事前の策があるわけですよね、はい、うん、全部終わってるものが多ければ多いほど当然受かる可能性が上がる、はいはい、そのためには春はって話なんですけど、はい、ここで大事なのが春はどこまで終わらせるかはあまり重要じゃないんですよ。おー、はい、春で大事なのは勉強を習慣化させることと正しいやり方を身につけることの2つなんですよ、うん、なるほど、うん、はっきり言ってペースはね上がらないんですよ春は。あ、そうですね、正直、はい、あと個人差がありすぎて、うん、どこまで終わらせればいいかって正直あんま分かんないと思うんですよね。確かに確かに、うん、1日8時間勉強しようとか、まあ、現役者だったら5、6時間勉強しようとなった時に、うん、5、6時間とか8時間をめっちゃ効率よくできるようになるためには数ヶ月かかるんですよ。そうですね、うん、まあ、習慣化に2ヶ月かかるとか言われますからね、うんうん、習慣化をするって作業を、まあ、4月とか5月の段階ではしっかりやってもらって、うん、はい、夏にめちゃめちゃこうペースを上げていって夏でできる限り終わらせるっていうのを目標にするって感じだと思うんですよ、はい、そうですね、まあ、やっぱりルートの各科目の中身を見ても習慣化しなきゃいけない季節かつ基礎をめちゃくちゃやる時期が各科目でもあるのが4、5、6とかの時期ですよね。そうなんですね、はい、逆にダメなのが4月、5月にルートを進めようと焦りすぎて、はい、ルート終わらせたけど身についてないっていう状態を作っちゃうことなんですよね、はい、そうなんですよ、うん、まあ、それこそ独学でルートやってました、去年どんな感じやってたの、まあ、結構いいペースやってたんですけどねってなった時に実は最終的に課題あるのは基礎雑にやっちゃったなんですよね、うん、結局基礎の完成度で差が
がついてて、はい、受からないみたいなことはすごく多い、ね、あれですね。今逆から言ったんで、スタートからまとめていくと、はい、春に勉強のコツをつかむ、習慣化させて、うん、あのやり方をちゃんと正しい形でできるようにするっていうのが大事で、はい、夏の時点で基礎を鍛え上げていって志望校ワンランク下まで終わらせて、秋で本番レベルの演習して、うん、過去問しっかりやり込んで、冬にもう過去問と分野別対策メインでやって合格点取る状況まで作り上げて、はい、年明けてからはもう直前対策をひたすらやっていくっていう、はい、最終調整ですね。そうですね。っていうのが、まあ、第一志望に受かる人の、まあ、理想的なペースかなと思いますね、うんうん、はい。全科目がここまでいかなくても全然受かる可能性は高いんだけど、うん、やっぱり一個もこれ言ってないと結構辛いっていうのはありますよね、はい、自分だったらじゃあ志望校ここだからここまでに終わらせればいいなみたいなので、まあ、考えていけばいいかと、うん、当然これは第一志望が高ければ高いほどこのベースが難しいですし、そうです、ね、逆にその例えば第一志望がいわゆる 2.5% とか3期交流ぐらいだったら、はい、夏の時点で 2.5% とか終わらせなくて全然いいと思うんで、はい、僕は終わってるとやっぱ楽かなとは思うっていう感じですかね。そうですね、まあ、国公立の人でも、うん、まあ、そんなにレベルは高くする必要はないけど科目の幅とかもあるんで、メイン科目は夏までにもう志望校レベルまで仕上げたいとか、そういうとこは逆算して考えてほしいですね。そうですね、まあ、具体的には参考書とかね、はい、がペースとかが知りたかったらこれ武田塾の、ね、受験相談に行ってもらって、うん、まあ、ルートを無料で差し上げるんで、はい、まあ、それ見て、ああ、じゃあ大体何週間ぐらいで本来ここまで行けるから、じゃ あのこのペースで行きゃいいな、もしくはあちょっと急がないとダメかな、あるいは、うん、結構余裕あるから1球目にやっていいなみたいな形で、はい、まあ、個人個人で調整してもらえれば今のざっくり計画に乗せて勉強できるかなというふうに思います、ね、はい、一緒に逆算しましょう、はい、だからね、受験相談来る時も今言った計画でざっくり考えてみて、ちょっと自分これ間に合いそうにないんですけどどうしたらいいですかって聞くと、まあ、聞きやすいですよね、はいはい、そこの調整はお任せください、はい、でぜひね、これをもとに自分の計画をねざっくりでいいんで立ててください。ざっくりですよ、これで完璧に守ろうとか思わないでいいですからね、はい、はい、でぜひねやってみてもらえればと思います。はい、今回は以上です。清水先生、僕はですね怒ってます。みんなね、武田塾のやり方やったけど成績上がらなかったとか言う人いるじゃないですか、はい、そんな人いるんですか。いや、コメントでいっぱいいますよ。おでもちょっとねその人たちに言いたい、はい、じゃあ勉強法を調べたって勉強しなきゃ成績上がらないんですよ。じゃあその武田塾の参考書をこの参考に切り替えていいですかと。いや、別にレベルが合ってるものでちゃんと終わりきんだっていいよと。結構 95% は低いんです。だからそう言ってるとみんな僕に怒られてるっていうふうに思うかもしれないけどいや、そうじゃなくて、はい、追ってこいや。先日私高田が武田塾高松校に行ってきました。カフェスタイルのおしゃれな教室で、さらに働いてる先生たちもすごくいい先生たちばかりでした。ぜひ皆さん、武田塾高松校の動画、概要欄から見てください。